リードボーカルのカーティス・メイフィールドジ・インプレッションズは1958年結成のシカゴ出身の音楽グループでドゥーアップ、ゴスペル、ソウル、R&B を歌った。前身はチャタヌガのザルースターズ。シカゴに引っ越し、ジェリー・バトラーとカーティス・メイフィールドが加入し、ジェリー・バトラージー・インプレッションズとなった。バトラーが独立後、ABC。 1970年にメイフィールド独立、リロイ・ハトソンなどが入った。1960年代の一連のヒット曲で知られ、後にロックの殿堂入り。彼らの曲は1960年代のアフリカ系、アメリカ人公民権運動のアンセムとなった。1998年、People Get Ready がグラミーの殿堂に入った。 1950年代半ばにバトラーとカーティスがシカゴの聖歌隊で出会う。二人はいろんな地元バンドで歌った後ザルースターズに1957年加入。1958年エディ・トーマスがマネージャーになり BJ レコードと契約。ジェリー・バトラーザインプレッションズとなる。バトラーが書いた1958年のシングル For You r Precious Love はポップで11位。 R&B で3位になる。R&B でトップ30になった。カム、バックマイラブの後バトラーが独立。カーティスが引き継ぐ。メイフィールドはバトラーの初期のヒット群を書き、印税でシカゴに引っ越した。ABC パラマウントと1961年に契約、インプレッションズ単独で初のシングル、ジプシー・ウーマンを発表。R&B2 位、ポップ20位となった。 その後、プロデューサーのジョニー・ペイトと組んで、サウンドを刷新し、イッツオールライトが1963年にミリオン、ポップで4位となった。1963年の最初のルプス、インプレッションズの終局になった。1964年に、黒人の誇りの応援歌、キープオンプッシングがヒット。社会意識、政治意識を持つ歌が増えた。1965年、 People Get Ready がヒット。1967年12月に発表した We Are a Winner は翌年、ビルボード R&B チャートの1位を記録した。1968年、I Love the Andross とを発表し、メイフィールドは自分の会社カートムを立ち上げ、インプレッションズも所属。メッセージソング Choice of Colors、Check Out Your m i のヒットが続いた。インプレッションズは、 ジャマイカのボブ・マーディーザ・ウェイラーズ・ヤスカ、ロック・ステティの集団、歌手に影響を与えた。ザ・ウェイラーズは、ハーモニーのスタイルをインプレッションズに追い、ワン・ラブ、ピープル・ギット・レディー、キープ・オン・ムービング、ロング・ロング・ングウィンター、ジャスト・アナザー・ダンスでインプレッションズをカバーした。パッド・ケリーは、ソウル・フル・ラブを、ザ・ヘプトンズは、アイブ・ビーント・トライングをカバー。ハーモニーともども社会的な歌手が彼らにアピール。 したのだと考えられる。チェックアウトユワマインド LP を1970年に発表後、メイフィールドがソロになり、映画、スーパーフライのサウンドトラックが最も売れ、映画、アイシのクローディン、スパークルのサウンドトラック、映画シドニーポワチエ、ピースオブアクションのサントラもやった。そのままインプレッションズの曲の作曲、制作はしていた。メイフィールドの後釜は、 リロイ・ハトソンだったが、あまり成功せず、ハトソンは1973年だった代わりに、ラルフ・ジョンソンとレジー・トリアンが入り、1974年1975年に、ファイナリー・ガット・マイ・サルフ・トゥ・キャザー、セーム・シング・イット・トゥック、スー・ナ・オア・レーターが大ヒット。1976年、グループは、カートム・オサリ・コティリオン・レコーズと契約。最後のヒット・ラビング・パーが出た。 その後ニジュースセンチュリーレコーズと契約するも泣かず飛ばず、随分後の2001年、エリック・クラプトンのアルバムレピタイルに参加した。1991年にロックの伝道、2003年にボーカルグループの伝道入り。ありがとうございます。